では片町スクランブルナイトエンディングのコーナーでーす、はい、引き続き五十嵐赤名沢リノピーさん、リノピー自分で言うとったじゃないですか私大体みんなにリータンって言われますけどね、リータンってなんかあの似たような名前のなんかゆるキャラいませんでしたっけ、片町で、まあいいや、はい、ですか、リータンです、はい、リータンです、はい、リータンでございますけれども、はい、まあ、今日もね本当にいろいろとありがとうございました、盛りだくさんだったんですけれども、盛り盛り盛りだくさんですよ、さすが6キロです、 80歳でね、はい、マラソンを走られる方、ね、世界150カ国回られた方ね、から素敵な可愛らしい雑貨も持ってきてくれました、はい、あとはあの肌チェック、はい、ね、うん、やってもらったりします、やっぱり、あ、肌チェックはしてないですね、うん、前ジム行った時はあの、うん、なんかね筋肉量とかね、あ、骨密度とか、はい、ね、そういうの毎日のように測ってましたけど、体脂肪率とか、はいはいはい、今ほんと緩んでしまってるのでちょっとどうされました、はい、ちょっとアルコールの力でこんなになっちゃいましたまあでも全てのスイッチがね入ってもらいますけれども、はい、まあでもね夏になりますよ、そうですね、本格的な夏、今年の夏は何か目標あるんですか、目標ですか、水着が着れるように頑張ります今からで大丈夫はい頑張ります、間に合いますか、なんとかする、なんとかする、うん、ちなみにこの夏は、私も海に行きたいですね、おでも日焼け絶対嫌って言いそうなタイプでしょそうですね、だから海ってあんまり得意じゃないんで、うん、苦手克服っていう感じで、うん、海に行こうかないろんな苦手がありますけどじゃあ一緒に釣り行こう、釣りですね、釣りしたらほらいっぱいね、ほらね、傘もかぶれるし、ね、そうですね、こういうのとかね、こういうのとかつけて、はい、で次回、8月の配信なんですけれども、うん、8月の配信は夏真っ盛りお盆前8月9日配信の予定となります、はい、曜日がね若干変わりますので、うん、ね、金曜日ですよね、初めての金曜日じゃないでしょうか、はい、そうですね、うん、はい、花の金曜日でございます、はい、ぜひぜひまた来月もお付き合いいただきたいと思います、はい、今日でね7年目に突入の回です、すごい、7年目、早い、はい、あっという間でございますけれども、うん、またぜひじゃあ来月以降もガラシャの皆さんにもお付き合いいただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、エンディングもありがとうございました、はい、リータも引き連れてお送りしたエンディングでありましたけれども、はい、はい、今月のお相手 MC 加藤豊と林千佳がお送りしました、また来月お会いしましょう、ありがとうございました、ありがとうございました、バイバイ、バイバイ。